こんにちは、宮沢まりです。今日はグラタンにサンタの絵を描きます。クリスマスももうじきですから、グラタンでずっと前から楽しみたいですね。ポイントはグラタンを熱々でいただくために別のお皿で図案を仕上げていくというところです。材料は2色のスライスチーズ、ゆで人参、ハム、カニカマ、海苔、ブロッコリーです。こんな風にグラタンをこれから焼きますっていう状態にスタンバイします。焼いてるのはだいたい5分とか10分くらいの間ですよね。その間にトッピングの方を用意しておいて、グラタンが焼けたらそこにさっと乗せて熱々をいただくっていう風にしたいわけです。そんな時には何色でもいいんですけれども、グラタンのこの面とこう同じくらいの大きなさのお皿を用意します。これをグラタンの上の面に見立てて絵を描いていけば、サイズが最後合わなくって乗り切らないわなんてことがないわけですね。では作っていきます。サンタさんの洋服と帽子はハムで作ります。細かい形を作らなくても体はだいたい台形かなと思ったら、こんな風に切ってここに乗せてみます。そしたら、次にサンタさんの手、この両脇のところから細長い台形を切って出します。で、この長さはここに入れてみて、出したり入れたりすることで長さは調節できますので、すごくこう楽な気持ちでね、切ってしまっても大丈夫です。そして残ったところを三角の帽子にします。ちょっとカーブがあった方が柔らかい感じになりますから、ハート型であれば一旦切ります。そしてこう垂れたところが細くなっているように、もう一回同じここの部分を使ってこうやって切ってあげると、ちょっと先の細くなったお帽子の形になるわけですね。顔とひげは2色のチーズを使います。そしてだいたいこのくらいかなというような大きさに、この黄色い方のチーズを切って顔を作ります。で、顔のチーズをお皿の方に直接置くとお皿にくっついてしまいますので、できればこうやって形を作ったら、このセロハンごと切って、ここへ置いておきます。これでサイズも確認できますね。白いチーズをこんな並々の丸い抜き型があったら、こうやってずらして切ってあげると、サンタさんの帽子のボアになります。で、このままここへつけて置いておくか、この余白のビニールのところにずらして置いておきます。一応こう当ててサイズを確認してみて、良さそうだったらここに載せておくわけですね。そしてこの残った最初に切り取った方ですね、ここを半分に切って、尖ったところを切り落とせば、サンタさんの袖口のボアになります。そして帽子の先っぽについているボンボンは、丸とか星型の抜き型を使って、これを帽子の先っぽにつけてあげるつもりでここへ取っておきます。それから、ボタンですね、ボタン、それからベルトですね、ベルト用に細長いチーズも取っておきますですね。そしてこれは乗せるときにサイズを合わせて余分な分を切ればいいですから、長めに置いておきます。で、おひげは、この先ほど切ったこれを使って丸い形のひげにしてもいいですし、この三角の並々のがあればこれでも可愛いですね。三角のもあるので、ちょっとこれでやってみましょう。こんな風に並々に切り抜いたら、この顔のところですね、ここのところを
丸い形のもので、こうやってちょっと顔が出るように切り取ってあげるとヒゲらしくなります。サンタさんの花は茹でてスライスした人参を使います。こんな風に短く切ったストローを使って抜き型にします。こうやって丸く抜くとサンタさんの花になります。ちょっとちっちゃめのストローがあれば、これで抜いたものをほっぺたにすると、寒いところを走っててほっぺたが真っ赤っていう感じがしてサンタさんらしくなりますよね。それからこれだけ残ってもったいないので、ハート型などで抜いてみんなに愛を配ってますよっていう感じでちょっと添えても可愛いですね。目は糊を糊用のパンチで切って作ります。こんなでパンチして、お好みの表情になさってくださいね。これも、グラタンにのせてから最後ポンポンとのせるようにいたしますので、今はのせないでおきます。で、最後にサンタさんの手を作ります。残りの黄色いチーズをちょっと小さめのハート型を使って2つ切り抜きます。で、これもこちらの方の貼っておきます。そしてこのハートの片側をこうやって切ると、親指のついた手になるわけですね。最後にサンタさんが持ってくるプレゼントを作ります。カニカマをそのまま四角とか、それから長く切ったり三角に切ったりして包みを作ります。グラタンのお皿が大きくて、ここに余白がたくさんあるときにはたくさんプレゼントを載せるようにすると楽しいですね。あんまり隙間があるとちょっと寂しい感じになっちゃいます。残りの白いスライスチーズを細く切ってリボンを作ります。細く切りましたらば、ここにこうやって載せて、長さを見ながら切ればぴったりのができますね。こんな風にリボンをかけます。で、全部にかかっていなくても大丈夫ですね。こんな星型とかハート型とか小さなのがあれば、それをクロスしたところに乗せてあげるとよりリボンらしくなります。リボンの時でも乗せてあげるとプレゼントらしい感じになりますね。グラタンが焼き上がりました。サンタさんを乗せます。まず下になる体のパーツから乗せていきます。そして忘れずにこのビニールを剥いで顔を乗せます。袖をこうやってちょっと持ち上げて、帽子の飾りとおわの飾りですね。ちょっと斜めの方が可愛くなりますね、真下を向いているよりも。で、袖のボアをつけて、手のパーツをここへ切って、ボタンですね、ベルトはこのくらいかなというところで切っておきます。そしてハートとかプレゼントですね、出おいた糊で顔をつける。本当はお口はひげの中でよく見えないんですけど、ついてた方が可愛くなりますね。パパッとできちゃいましたね。これならまた熱々なので楽しくいただけます。簡単なのでぜひお試しくださいね。